阪神、リレーの。阪神は17日、18日に行われる日本ハム戦のチケットが完売したことを発表した。5月28日に行われる予定だった試合が雨天中止となったことによる振り替え試合。超満員となった甲子園での交流戦ラストゲームとなる。また、同戦が雨天等で中止となった場合は、翌19日にさらに振り替え試合が行われる予定。その場合の入場券はインターネットで18日午後10時から、店舗販売は当日19日の午前10時から発売される。当日は大雨の予報。清宮選手、4番で使うんだろうな。フレックとファイターズガールにも予備は出るんか？みえちゃん TikTok、ライブやってるよ。明日大雨でまた中止だろ。満員のチケットのうち、買っちゃった転売屋ご愁傷様。阪神は人気実力とも12球団で群を抜いているから当然でしょう。明日は昼ぐらいまで雨予報だけど、阪神園芸さんよろしくお願いします。新庄監督のサプライズを期待しています。明日は雨やけど、午後は天気がいいみたいやからやるやろな。また山崎幸也。なわけないよな。金曜日先発しとったもんな。毎試合つまらない、試合してても満員、試合前に宝塚歌劇でもやったらどうや。観戦します。平日でも全席完売。本当に、勝っても負けてもタイガースなんですね。予報見てると明日もかなりヤバそうですね。阪神園芸さんの腕の見せ所ではありますが、振り方がそれを超えてくる可能性もありますね。勝ち負けは別にして、また新庄の姿が甲子園で見れるのは嬉しい。縦島じゃないのがちょっと残念だけど。